社長お疲れ様です。お疲れです社長、はい、今日はですね、今日なんだよ、はい、社長の経歴20年で、うん、社長が、まあ、今までめちゃめちゃお金稼いできて、うん、これはお金使って正解だったなと、ケチっちゃダメなこと、そういうことですってことだよね、はいはいはい、発表お願いいたします。はい、はい、まず一つ目はもう見た目なんだよね。もう人間の、はい、あの印象ってもう見た目がほぼじゃん。あ、まあ、確かに。そう、もう見た目で判断されちゃうの全部。はい、そう、この間ね、はい、面白いところで面白い例を出すと、まあ、カフェに行ったわけ、まあ、はい、よく行くとこなんだけど、たら店員さんが、まあよまあ、よ知ってるやつなんだけど、それ持ってきたわけ。そしたら毛がすげえのすげえの。手の毛ですか。毛毛が毛毛がすげえ。あんま聞かない毛ですけど、まあ、それさ、人の身体的なあれだから、あんまりそのあれいじんのもさ、ちょっとあれじゃない、まあ、そうですね。なんだけど俺見た瞬間にお前腕すげえなっつったの、ああ言っちゃったの俺もう触れちゃったわけですね。そう言っちゃったの、腕すげえなっつって、はい、そうそう、したら、いやそうなんですよなんて、毛深くてなんて、はい、一応彼なりに気を使ってこう長袖とかを極力出ないようにしてるという。あ、そういうことなんですね。そうでももう出てんだけどねじゃあここもすげえんだもんだって、はい、でこっからもさっと出てるわけだ、はい、そう、それでなんだろうな、まあ、特に飲食店だからなんかちょっともったいないなと思っちゃったの。毛深いのがダメとも言ってないよ。そうですね、そう言ってないけど、なんか印象ですよね。もったいないじゃん、だってそれで嫌な思いをしちゃう人もいるかもしれない、はい、これが仮にじゃあお寿司屋さんだったらって考えて。あ、そうですね、そうなっちゃうじゃん。入ってんじゃないのみたいな。そうそうそう、なんかね、なんか伝わりました、わかります。別にあのその人のことも嫌いじゃないし、嫌い、そう、すげえ好きなの、好きなんだけど、すげえ好きなので、印象だよねっていう、印象なのよそう、だからもう、だから俺は知ってるから彼は嫌じゃないけど、はい、初対面の人だったら、ね、さっきも言ったけどさ、もう印象ほぼ 第一印象とかで人のがいい悪いなんて決まっちゃうわけだから、なんかもったいないあ、でもなんかその第一印象の大切さ伝わりました。うん、そうそうそう、例えばじゃあその方で言えば、うん、やっぱりその脱毛というか、うん、そういうのを例えば投資するべきだよねってことなんだと思う、うん、まあでも確かにそれで印象変わりますもんね。そうそうそう、変わるよね。 でもその彼は、はい、腕毛がすげえ毛深いんだけど、眉毛もすげえいい眉毛だったの。ああそう、立派な、めっちゃいい眉毛、凛々しい、はい、そう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 、だからなんか眉毛かっこいいねって逆に話してたんだけど、はい、逆パターンでなんか腕毛、手毛はセーフの人だけど眉毛ないとかね。あとは眉毛も多少整えてないと、うん、そうそうそう、全然顔変わりますよね。そう、あってももっさりしちゃうとちょっとイメージが悪くなっちゃうし、なんか、まあ、身だしなみだよね、だからね、要はね、見た目、身だしなみ。眉アート、自分も実は結構興味あるんですけど、やった方がいいよ、マジで。眉アートっていくらなんですか。10万あれば、だから、ね、2回入れんのよ。あ、2回やるんですか。そう、2回入れんの、はい、1ヶ月後、2ヶ月後かな、なんか分かんないけど、はいはいはい、入れんだけど、あれだいたい多分10万円あればいけんじゃないかな。まあまあ、まあでも多少きつくても、まあ、みんないけない額ではないですよね、うん、いやいや、絶対行った方がいいと、もう印象変わるから。なるほど、うん、で、あと個人的にやってよかったのは、はい、あの、うん、ケチンだとまでは言わないけど、やってよかったと思うのはレーシックね、だから。あー、目ですね、うん、そう、だから今まあレーシックして見えるけど、はい、前はまあそこそこ悪かったわけ、うん、でやっぱりさ、その眼鏡かけなきゃとかさ、サングラス買ってもさ、どう入れたりとかする、まあ、手間が省けるというかさ。でも確かに社長の昔のインスタとか見ると、うん、いつも眼鏡かけてますもんね。そう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 、まあなんか、まあ、分かりやすく言うと、見た目、身だしなみはケチっちゃダメじゃないっていう話ですね。まあ、そういうのに関してはもうどんどん投資していこうよと。そう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 、人生変わるよっていうことですね。そうそう、なぜならば見た目で判断されちゃうからね、第一印象で、うん、交通手段、タクシーとかってことですね。まあそうだね、タクシーもそうだし、例えばこっから新宿に行きます、まあここ港区ですけど、はい、港区から新宿行きます、まあ電車乗んねえから分かんねえけど、多分乗り換えが出てくるよね、はい、これをじゃあ今俺自分の車あるからいいけど、これタクシーを乗ったとしたら、はい、タクシー乗ってる間ってさ、いろいろ仕事もできるじゃん。あ、まあそうですね。そう、だからなんか時間、まあそのタクシー代の方が高くつくんだけど、なんか時間は有効に活用できるよね。俺あれ乗ったんだよ、この間、この間バリ島行くときに、はい、あの車で成田空港まで行こうとしたのね、はい、したらあの雪降った日あるじゃん、あれの次の日だったの、はい、で全部高速止まってるわけよ。あ、もう動かなくなっちゃった、ね、そう、だから朝のね
10時とかの飛行機だったんだよね、はい、11時かこれは電車で行くしかねえなと思ったの。ついに社長が。あ、そう、電車デビューですか。そう、もう電車乗ろうと思って、はい、で渋谷駅からこれすごい便利だったのが成田エキスプレスっていうの乗ったわけよ。あ、そう、で渋谷もう止まるからちょうど渋谷から乗ったんだけど、はい、渋谷、品川、東京、千葉止まって成田、超楽。もう5駅とかで。そう、5、6駅、まあ1時間半ぐらい乗るんだけど、でもいやもうさ、あのな、新幹線みたいな感じなんでね、指定して座席を。あ、指定席なんですね。そう、それこそ何でもできる。あ、そうですね、確かに、うん、じゃあまあそういう結構交通手段には投資する価値があると、うんうん、ある。で、あとは飛行機もそうね。あ、社長よくなりますもんね。まあ、ビジネスクラスとかエコノミーとかあるじゃない、はい、まあ、ビジネスクラスで、それまあ、その、まあ、楽だよ。ビジネスクラスっていうのが、うん、いわゆる一番いいやつですか。まあ、ファーストクラスとかもある、飛行機もあるし、ない飛行機もあるんだけど、はい、あ、うん、じゃあそのビジネスクラスと普通の飛行機があって、うん、エコノミーね。エコノミー、うん、エコノミー狭いですもんね。超狭いで、俺なんかその3、4時間だったらありだと思う。はい、まあ、例えばここからだったら沖縄とか、沖縄行くとか、グアムとかサイパンとか、そんぐらいの距離だったらまあまあまあいいかなって感じだけど、7時間8時間超えてくると結構きついよ、エコノミーは。で、着いてからもう疲れちゃってるわけじゃん。あ、もう楽しめなくなっちゃってるみたいな。で、1日終わるじゃん、そこで。え、やっぱビジネスって全然違うんですか。自分乗ったことないんですけど。全然違う。だってもう席もこれよりも広いからね。こんぐらいか、1人がですか。そうだよ。で、フルフラットになるし。え、寝れるんですか。寝れますよ。ベターですよ、シート。え、後ろの人いないんですか。うん、いないよ。まあ、いるけど、なんかその分感覚取ってんじゃない。あ、そんぐらいの広さがある、うんうん、そうそう。だってもうエコノミーじゃやっぱ、お席倒せなよみたいな喧嘩がたまに起きてるぐらいだってさ、はい、前の人が倒したらもう膝当たるからね、エコノミーだと。そうですよね。そう、うん、だからもうなんかちょっと倒しにくいみたいな。そう申し訳ないみたいな。そう、そう、だから絶対飛行機はね、ビジネスもいいと思うよ。ちなみに、はい、なんか分かりやすいところで言うとハワイとかだと、はい、ちょっと分かりやすく言うよ、時期によって違うけど、はい、エコノミーで10万円で行けましたと、往復。え、ああ、ハワイか。ハワイ、ね、はいはいはい、エコノミーね。で、ビジネスだと倍じゃ効かないんだよね、これがね。え、じゃあ30万とか。いやいや、もっといくね、50万、5、60万ぐらいだよ。5倍とか変わっちゃうんですか、うん、そう、うん、でもそれ、そうなってくると、うん、もうあのケチるケチらないの問題じゃなくなってくる。まあ、ちょっと金額が、そうちょっとね、はい、あの資金的な問題が出てきちゃうんだけど、ね、ちょっと資金的な問題が出てきます。でも本当なら、本当なら、うん、ビジネスの方が、絶対ビジネスの方がいいよと。そう、あの疲れ方が変わってくるからね。長きゃ長いだけ。なるほど。飯も違うからね。え、分かりやすく言うと、はい、なんか銀紙のなんか変なこういう皿にこうやってウィーってこう取れるようなやつにご飯と肉がボン乗ってみたいなのがエコノミーで、ビジネスはなんかお皿で出てくるみたいなイメージ。なるほど、わかる。そう、もうとにかくビジネスに乗ってくれってことですね。まあ、まあそうだね。でですね、最後、これ、ね、ケチっちゃいけない、ホテル代。あ、ホテルですか。俺この間食らったんだよ、それ。どうしたんですか。バリ島行ったじゃん、はい、この間ね、まあ、さっき言ったけど、はい、あ、まあ、仕事で行ったの。あ、今回は。そうで、仕事、まあ、仕事は半分プライベート半分だったけども、はい、俺が行く訪問先のそばのホテルを取ったわけよ、車で。しかもすげえ遠いな、空港から3時間半、車で。あ、めっちゃ遠いですね。めっちゃ遠い、はい、で、まあ、まあちょっと田舎だったの。で、田舎で、まあ、田舎なんだけども、一番いい部屋を、一番いいホテルをどこだって聞いたの。うん、だここのホテルですって。あ、分かったです。で、そこのホテルの一番いい部屋を取ったんだよね。2日目どうしようかなっていうのは、2日目空港のそばのいいホテルに戻ってリラックスしちゃうか、はい、もう仕事終わったからね。それとももう一泊ここにして3日目から移動しようかなっていう予定だったの、はい。まあ、結果そっちにしたの。あ、2日目も。そう、まあ、じゃあその仕事場の近くに。そうそうそう、だから2泊予定だったの、この、はい、こっちね。それなんでかっつうと、はい、こっちのホテルは、その3日目からのホテルは1泊15万、16万。めちゃめちゃ高いですね。ね、いいよ、めっちゃいいホテル。めちゃめちゃ高いですね、1泊15万。そう、はい、こっちのホテルは1泊1万円。え、めっちゃ安いですね、なんか。いきなり。安いでしょ。はい、でも、この町じゃ一番いいホテル。まあそういうことですね。そう、その地域ではそうですね。まあなんか1泊15万円もったいねえし、
まあね、こっち1万円でいいホテルじゃんと。だから、まあ、こっち2泊でもいいかなと思ったわけ、はい、で行ったわけよ。で着いた瞬間にすっげえボロいのつか超怖いの、はい、マジかとか思ってやだなとか思いながら、もう夜中で着いたの、夜中の11時とか12時、はい、でやだなとか思いながら寝たわけね。そしたらさ、もう虫がすげえプーンプーンと飛んでんの。あ、もうそのレベルなんですね。そうで、もうさ、耳元で蚊がブーンとか生えたかもかね。めっちゃ嫌ですよね。嫌じゃん、はい、でうわなんだよ俺と思って、もう嫌だなと思って起きて、で次の日まあ仕事行くわけですよ。仕事してランチ食ってる時に、俺そうだ、俺今日も俺あそこ泊まんだと思ったの、はい、で俺無理だなと思って、運転手に俺ホテル代もう200も払っちゃってるんだけどさ、ちょっと俺、はい、こっちのホテルもう行きてんだけどっつって、はい、俺動いたからね、こっちに。あ、もうお金はもう無視して、もう無視して、もう200分払っちゃったからもういいよっつって、はい、でこのしょうがねえからまたプラス16万ぐらい払って、あ、そうで、こっち1万円損してるじゃん、これ。そうですね、200分。そうだから初めからそうすればよかったよと思ってさ。だからさ、ホテルケチっちゃうとダメなんだよね、旅行が。もう出発するときからちょっとなんか、まあ風だったのかなんか よくわかんないんだけど、はい、喉痛くてなんか具合悪いなとかちょっと思ってたの。あ、でももはや具合もちょっと悪かった。悪かったの。そう、はい、で、まあ、薬は飲んでたんだけど、でも余計具合悪くなっちゃってさ。そう、それでもう俺なんかその移動、引っ越ししたじゃん、はい、引っ越ししてからも超元気になっちゃったもんね。あ、15万のそうホテル泊まってから気の持ちようだねこれね病は気から、病は気からですね。いや、ほんとそう、全然元気になっちゃった俺。じゃあまあそんなこと、そんなことだね。まあだから、まあホテル、交通、身だしなみ、身だしなみか、そんなことね、はい。まあこのあたりは、うん、ケチんない方がいいよと。みんなできる範囲でケチらず、うん、そうだね、お金使っていこうぜっていうことですね、うん、う、この3大要素は、うん、ケチらず、はい、お金使っていこうと思います。わかりました、はいはい、じゃあまた。ありがとうございます、はい。